目指せポケモンマスタージハーディータカシです。今日はリスナーが組んだレンタルチームを即興で使いこなしながらランクマに潜っていく企画の第4弾になるのかな。先日一緒にトーナメント大会に参加した鴨志田さんが大会で使ったパーティーを今回は借りてきました。でなんといっても目を引くのはイルカマンだよね。これはペリッパーと組んでいるハチマキイルカマンに見せかけてのビルドレイン型の偽装構築。まあ、ドラパルトが起点作成役に近いから、まあ、イルカマン、ペリッパー、ドラパルトあたりを基本選出としながら、まあ、このヨザルが多分物流受けで、ジバコイルが特殊受けになってるんじゃないのかなというふうに見えます。で、マスカーニャはスカーフトリック型だから、だからまあマスカーニャ、ドラパルトあたりで、1枚起点を作りながら、イルカマンでビルドアップを積んで全抜きを図るっていうような構築だと思うので、俺この方のイルカマン使ったことないけどめちゃくちゃ強いと思ってるから、まあ、ぜひとも使いこなしていきたい。行ってみましょうか。マッチングしました。AR さん対戦お願いします。ディンルー・チオンジェン、ドブ魚、羽ばたく神、ハッサム、鉄の毒牙という舞台。ね、これ、イルカマンとペリッパーは出していいんじゃないのかな？これ、イルカマンに強い、ドブ魚にペリッパーがある程度強いと思うから、いや、イルカマンのマイティフォルムを起動することを優先したいから、これ、イルカマンペリッパーまで確定で、で、もう一枚俺マスカーニャでいいと思うんだけど、何か問題あるかな？スカーフマスカーニャで良さそうじゃない？マスクワニャンでいきます。相手の先発はハバカミか。うん、これさ、思ったんだけど、これハバカミに対して受けが効くポケモンが一匹もいないから、これまずくね？でもこれペリッパー切るしかないと思うわ。で、これもうマイティフォルムのイルカマンだけ起動するため、もうそのためだけにペリッパーを使えばいい。まあでも、雨補正受ければ2匹分ぐらいのバリューはあるでしょ、イルカマンって。普通にムーンフォース打たれてるわ。んでさ、その HP に振ってんのにこんなに食らうの、さすがに耐久なさすぎん？ペリッパー。なんかさすがになんか、これで簡単に確定2発取られるの微妙だと思うんだけどな。まあ、このあたりは、なんか磁場コイルを選出しなければもうこういうことになりますよってことだよな。で、まあ雨あるから、こうさすがに俺引いてくると思うんだよな。まあ、それを読むとしても、一旦ジェットパンチを打ってから考えるか。何これ。で、しかも耐えられてるんだけど。何これ。本当に何これ。ちょっと一応イルカマンの実数値見ていい？イルカ男、実数値。実数値 180？ ムブリでこんなにあんのか。あ、だって種族値、マイティフォルムだと160とかあるもんな。で、しかも HB だ。HB だから、特防ムブリなのに、ムーンフォースこんな耐え方したんだね。で、これ、ハバカミさすがに温存してくると思うけど、どうなんかな。わかんねえわ。まあ、一応ジェットパンチで。なんか切ってきたわ。嘘でしょ。はぁ？まあ、逆に今の食べ残しを見て変な起点にされることを嫌った可能性はあるか。オンジェン来た。チ、オンジェン来た。まあ、こいつ70族だから、S の実数値が無振りで90。で、身代わりからビルドアップの起点にしに行くが一つと、マスカーニャでトリックをかまして、ね、こいつの動きを固定しに行くが、まあ、オプション2なんだよな。どうしよっかな。でもここで出てこないってことは、ヘイラッシュはいないんだよね。いや、身代わりから入るのもありだと思うな。いや、てかこう、身代わりがあるポケモンって、基本的にチオンジェンの宿り木の種を起点にできるから、これ身代わりからのビルドアップで、済む話じゃねえかと思うんだよな。どうだろうか。宿り木の種さすがに打たんかここ。テラバースト。いや、ちょっとこれ、全然わかんねえわ。なんだこれ、テラバフェアリーとかあんのかな。身代わり残るっしょ、さすがに。身代わりが残っていくから、これは、アド。で、ドレインパンチを打つべきか、ビルドアップを打つべきかだけど、まあ、こいつの耐久力を考えると、本当にこのポケモンも死ぬほど硬いんで、ビルドをひたすら積むしかないと思う。相手の意図はこれなんだ。俺の身代わりを一撃で割れないんだったら、このまま起点にされていくだけっていう未来が見えてるはずだから、ああ、ちょっと意図がわかんねえな。で、あと、このテラバーストが何ベースになってるかにもよるけど、こいつ、スノー攻撃種族値よりも、特攻の種族値の方が実は高いんだよね。ああ、ここ一回、もう一回身代わりを置いた方がいいと思う。なあ、ここもテラスタル切らないんだ。でも、テラスタル、で、炎とかを採用してるんだったら、テラスタルを切り渋る理由はわかるけど、最近のチオンジェンって、大体今、テラスタル、フェアリーがメジャーになってきてるイメージはあるけどな。一時期毒だったよな。毒、炎、フェアリーの順に、このチオンジェンのメジャーなテラスタイプが変遷してるイメージがある。ここドレインパンチね。ドレパン取ったぞ、おい。そうでしょ。
どんなもん？いやいやいや、こんなもんですか。でもまあこのドレインパンチを見て、相手も何かそのテラスタルを切るだのなんだのっていう策を練ってくるはずなんだよな。ただテラスタル電気をこいつが切るとはさすがに考えづらいから、でギガドレインがあるんだったらとっくに打ってきてるはずだから多分ないんだよ。でこれ身代わりをとにかく置き続けないと、なんかの間違いでこいつに宿り木の種を入れられたら終わりなんだけど、なんか引っ込めてきたわ。リンル吹き飛ばしがあるわ。これ確実に、これは確実に吹き飛ばしがあるけど、ただこれ食らっていいっす、吹き飛ばしで、マスカーニャを安着させて、でこだわりトリックかまして、チオンジェンかリンルのどっちかを確実に起点にしに行こう。いやこれペリッパーを無償で失った時はちょっとどうなることかと思ったけど、いやこれなんとかなりそうな機運が出てきてるし、なんだこのテラスタルは。テラフェアリーってことはどうなんだろう。テラバフェアリーあるんだったら、下手したらこいつは突撃直機を持っているタイプかもしれない。どうなんだろう。だってチオンジェンでいいもんね、受けは。いやこれややこしいぞ。あーでも普通に地震なんだ。地震か。え、これビルド積んでるから。え、すげえ！すげえぞ、おい！ビルド積んでるから、しかも HB だから、こいつの一致地震、身代わりが残ってる。え、じゃあこれ、吹き飛ばしとか仮にないんだったら、これビルドで完封できるけどな。これもう一回ビルド積もう。いや、嘘でしょ！あ、これなすすべなかったんだ。えっく、このイルカマン。てか、硬すぎ。マッチングしました。ベイさん対戦お願いします。毒キノコ、ワニ、ポットですが珍しいね。で、これオーロンゲで壁張ってポットですで空やぶ積むみたいな構築なのかな。あとは金属海流。イルカマンが、そう、絶妙に通りが悪い気がするんだよな。ビルドを積んだところで天然のワニに受けられるし、で、あとタイプ上は毒キノコにめちゃくちゃ不利だし、まあ、今回イルカマンはお休みでいいと思う。いやこれでもイルカマンが通らない相手に対してどう戦っていくかって結構難しいよな、このパーティー。ちなみにドラパルトの技構成とか見ていい？あー、たたり目あるわ。いやこれドラパルトから入るのが一番得策だと思う。ドラパー、この世猿まで確定で、特殊系の地箱を出すべきなのか、マスクワニャンを出すべきなのか難しいか。いやこれ地箱イルがいたところでサーフ号に勝てんのかな。でもマスカーニャで揃えるとひわい気がするな。これ地箱を出しておきます。相手の先発は、うわサーフ号来ちゃってるわ。いやこれね、ドラパルトの、まあ、妨害系の技全部効かないし、フリタイメント言ってもいいんじゃないかなと思えるんだよな。これ地箱イルの10万ボルトで相手取っていくしかなくね。ちょっと待って、これ地箱イルの育成見ていい？実数値確認したいわ。と特防が142の突撃直帰来てるから、まあまあ受け出しは可能なはず。で、特攻実数値166あって、めっちゃ特攻高いんだけど、地箱ってこんな特攻高いのか。いや、まあここは地箱バック安定だと思う。ドラパルトはいろいろ相手のこのサーフ号以外を起点にするために取っておくべき駒だから、これ地箱で受けに行く。どうなんか、サーフ号を引っ込めた？ワニが湧いてくるんか、じゃあ。オーロンゲか。まあ悪くはないかな。多分ソウルクラッシュワンウェポン型とかだと思うのと、あとこうなると相手の裏が多分ポットデスなんじゃないかと思うんだよな。まあ海流の可能性も全然あるわ。とりあえずラスターカノンかな、一旦光の壁をとりあえず張られてしまうけど、これって別に攻撃技を受けてなくてもアナライズって起動するよね。だから結構いいダメージは入るんじゃないのかな。え、めっちゃ入ってる、嘘でしょ。え、これいいダメージ入るなって話だけど、これこのまま光の壁を残されると、多分これ裏から出てくるポケモンに起点にされるんだよ。ポッドデスの殻を破るか、または海竜の竜の舞とか。だからここ一回ボルトチェンジで対面操作して裏に繋いだ方がいいというか、一回ターンを経過させにかかった方がいいと思う。お、ソウルクラッシュ打ってくる。まあこうやってこっちの能力まで下げられていくと、いよいよ起点にされてしまうので、まあ、ここは交換でいい。いや、いらねえ、その急所。いや、いらねえ。いや、いらねえ、いらねえ。あ、これ意味なくなっちゃったよ。どうしよう、これ。うわ、めんどくせえ、これ。まあ、ここは、地場コイルがもう一回相手のサーフ号に受け出し可能だと思うから、こう、ドラパルトで牽制しに行こう。
なんか物理感があるドラパルト投げておくことで、相手リフレクターも腫れてないから、サーフ号、いや、サーフ号来ねえか。に来ちゃったよ、ポットです。いや、来ちゃってるけど、いい。これは、絶対電磁波打つべき。あ、通った、通った、通った。よし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 。ここ、サーフ号、まあ、でもゴースト技があるから、サーフ号受け出しにくいってことだよね。これで空呼ぶ打たれても、素早さは俺が上のままなんだけど、だけど、それでも、能力上昇がいかつすぎる？もしかして、このまま行くと。でもちょっと能力上昇がむちゃくちゃやばいことになってるのと、あー、白いハーブね。脱法ハーブ吸ってるタイプだ。もう多分ドラファルトがそんなに、裏に、てかサーフ号に強くないから、この方だと。このヨザルで、倒した方がいいよな。どうなんだろう。いや、これこのヨザル投げた方が良かったのか、挑発あるから。いや、わかんねえ。たたり目打っていけばいいと思う。ちなみにテラスタイプは、ドクテラはもう本当によくわかんないから、これ切らない方がいいだろうね。たたり目打ちます。ああ、たたり目通った。もう一カライブとかされるのかな、これ。え？もう絶対急所やん。え、急所じゃないの？え、ん、あれ、え、ん、なんで？え、だって光の壁あるでしょ？光の壁あって、で、白いハーブでステータス元に戻ってるから耐久が下がってるわけでもなくて、で、なんでポットですが、たたり目ごときでワンパンなんだ。ドラパルトがむっちゃ C に振ってんのかな。ちょっとドラパルトの G 数値も見たい。CG 数値152か。で、CS 最速ドラパルト。どうなんこれは。で、これ、電磁波鬼火ともにサーフ号に効かないから、まあ、いや、たたり目で殴っていいんじゃないのかな。こいつに積み技は、まあ少なくとも S を積む技がないから、どうだろう。まあやれたとしてなんか、自己再生とかね、めっちゃ火力あるんだけど。ドラパルトってこんな火力あんの？光の壁張られてるよね。光の壁は？お、まあ、気合の助けがあるからこれも絶対勝ちだ。え、光の壁あるよな、相手。だって、そんなにターン経過してないでしょ。あ、ほら、だってあと3ターン残ってるわ。光の粘土持ちだ。これはなんか不自然な気がするな。え、なんでこんなにドラパルトの火力が出てんのか全然わかんねえ。なんかドラパクソ強かったわ。マッチングしました。ともさねさん対戦お願いします。キノコ人間、イーユイ、ハバタク神、パオジアン、カイリュウ、このヨザルという舞台。さて、これはマスカーニャから入らないと、キノコ人間重いのかな？このヨザルの特性って不眠じゃない、やる気なのかな？やる気だ。じゃあ、このヨザルでも一応キノコ人間は見れる。マスカーニャから入って仮に、パオジアンと対面すると別に有利対面じゃないから、これこのヨザルから入ろっか。いやでもイルカマンで多分これ起点にできる相手だと思うんだよな。いや、やめた。これ、イルカマンから入って、いやこれじゃあ特殊系の地箱いる物流系のこのヨザルっていう選出をしていくのはありなんじゃない？これで行ってみよう。相手の先発はパオジアンか。うん、まあこれは、イルカマンで出し負けとか出し勝ちとかも存在しないんで、その概念が。とりあえずこれは、まあいいとして。一応俺はこのヨザルで受けに行くつもりでいるんだけど、このヨザルの育成だけ見ておきましょうか。HB だ。だからまあパオジアンには多分受け出せるようになってるはず。これで受け出しが効かないんだったらもうパオジアンっていうポケモンが土地狂ってるだけだから、このヨザルは何も悪くない。悪技になるのかな？イルカマンに対する打点としては。いや、テラデンとか打ってくるんじゃねえのこれ。あ、テラデン型だ。テラデンだ。え、これさ、さすがに確定2発とか取られないよね。HB だったら。これで取られたらさすがに切れるわ、俺。意味不明だもん。で、なんだよ！急所でこれか。どうするこれ。いや、ドレインパンチ、どうのこうのじゃなくて、これってもう、え、で、コウさん死ね、ボケ、クソがよ。イルカマンのジェットパンチまで含めて考えると、これ、フンドの拳安定だと思うんだよな。どうよ。いや、フンドの拳安定だけど、仮に相手の裏に、キノコ人間がいるんだったら、このヨザル残しておかないときついっていう話になるけど、まあ、しょうがないや。まあ、そんなこと言ってられなくなった。ここもフンドの拳しか打てなくなっちゃってる。もうゴミすぎる、このゲーム。これ、急所に当たってなければ、2回耐えたってことでしょ。いや、それはさすがにゴミすぎるな。マジでゴミすぎる。でも、しょうがないよね、これ。まあ、こいつがハチマキとかじゃなければ、なんだこの火力のなさは。フンドの拳の火力が2回上がってるとは思えねえ火力だった。これさ、ジェットパンチで倒せなくない？下手したら。キモい。キモいんだけど。
しょうがないや。ってなると、こいつ、つらら落とし、テラデン、まあなんとかかんとかでしょ。フンドの拳の火力今150あったはずだよな。それであれだけしか削れないのか。え、じゃあもうこれイルカマンにテラスタル切って、で、こいつをビルドアップの積みの起点にするしかないと思う。じゃないと、その、まあ、裏がとにかくきつくなるわ。まあ、とにかくこれは、テラデンを等倍で受けるためのテラスタル格闘からのビルドアップで起点にする。こいつも、物理耐久に厚めに振ってた気がするから、あ、不意打ちだ。不意打ち打ってきてる。ん?これ、まあ、このターンは得したね。まあ、ジェットパンチで縛られるくらいだったら、不意打ち打っておこうっていう意図だったんでしょうね。いや、その身代わり残るんだったら身代わり残してんだよな。そうすれば、キノコ人間のキノコの胞子とかもかいくぐれるようになるから、これ一回俺身代わり挑戦しよう。聖なる剣。いやー、なるほど。それがあるのか。はい、聖剣があるのね。聖なる剣は相手の能力上昇を無視して攻撃することができるっていう技だから、俺の物理防御の上昇を無視できるんだけど、まあ、素の耐久力が高いおかげでこれくらい耐えられていると。ってなると、これ、不意打ち半減になってるから、だからまあ、これ、ジェットパンチでいいと思うんだよな。よし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 。これで身代わりが残せた。完全にパオジアンを逆に起点にできたぞ。これで、多分相手、あいつからは、キノコ人間からは来れないはず。うわ、それでもキノガッサから来るか。まあ、ただ、こいつがいるんだったら、この立ち回りで大正解なんだよね。身代わりを残しておいて。で、だから、ここは、ドレインパンチからのジェットパンチでしばけばいいと思うけど、これ、しばれなかったりするかな?どうだろう?まあ、これは、種マシンガン連続技だから、だから、いつかのタイミングで、この身代わりを貫通して殴ってくると思うけど、あ、2回で終わった。うわ、これ激熱すぎる!これで身代わり残ってんのマジで熱い!これは熱すぎるって!熱いって!熱い熱い!いや、これは、何言って、もうすべては、お前が初手、俺のこの夜猿に対して、俺のというか、この鴨志田さんのこの夜猿に対して、テラスタル電気を急所に当てたことの報いを今、このキノカスさんに受けさせている。すべてはお前が背負ってるカルマだから。で、一応これ、ちょっと素早さの関係わかんねえけど、イルカマンって S に振ってないよね、多分。HB だった記憶があるんだけど、ちょっと確認していい?あ、HB ですね。素早さの実数値120だけど、まあ、ガッサが70だから、まあ、純速とかだったら上取られるわ。マッハパンチで。まあ、それでも俺はジェットパンチを打つべきだと思う。いや、マッパで上取られるかー。いや、だったらというか別に、結局、さすがにこれ身代わり残すは、このタイミングで無理だと思うから、まあ、ジェットパンチでいいよ。てか、ここ、ドレインパンチを打とうと打つまいと、俺の残り HP そんなに変わらないしね。いや、これ、はばかみだったら正直勝ちじゃない?いや、ちょっとこの、イルカマンが、ムーンフォースを耐えるのかどうか知りませんが、俺、直機能磁場コイル選出してるよね。で、一般的なブーストエナジー型。いや、さすがに、この磁場コイルが裏にいて負けるようじゃちょっと話にならないと思うんだけど、一応、イルカマンの特防の実数値見たいわ。あと、H が207?イルカマンって H に振ったらこんなに HP 実数値高いの?で、特防107だから多分これ、微妙だけど無理な気がする。これはまあさすがにジェットパンチでいい。これ、位置積みしてるから結構いいダメージ。あ、入るよな。入る入る。あ、で、ムーンフォースで殴るしかない。あ、で、これが耐えられない。急所とかでもなく、やっぱ HP に振っただけだったらイルカマンは、ムーンフォース弱点で食らったら死ぬんだ。まあさすがハバカミといったところか。で、この磁場コイルが直帰かつアナライズの C にも振ってあるんだっけ?ちょっと磁場コの実数値見ていい?まあ、C166 あって、まあ、特防も140にあるから、まあ、めちゃくちゃ変なハバカミじゃない限りは勝てると思う。ここは最大打点ラスターカノン。いや、もうだるすぎるって、こういう最近湧いて出る保守的な羽ばたく神。これラスカで倒せん?さすがに。しんどけよ!うわ、これは、初手のテラデンだな。テラデンの分が今帰ってきたな。オッケー。自業自得や。カルマは自分に返ってくる。対戦ありがとうございました。ということで、今日はこんなところにしようかなと思うんだけど、このイルカマンが強すぎる。
あのしかもペリッパーと組んでるから、もうあたかもこれはこだわりハチマキ持ってジェットパンチ打つタイプのイルカマンですよみたいな面をして出てきて、で身代わりビルドアップを積んでいくから、まあ、奇襲性もあるし、なんか相手の思考の裏をつくというか、この鴨志田さんっていう人、なんかやたらめったら偽装パばっかり組んでるイメージがあるんだよな。あのやることがシンプルなんだけど、あの相手からするとその俺がやってくることを読みづらいっていう構築になってるから、まあ、偽装パとしての完成度が非常に高いという印象だった。イルカマンって結局マイティフォルムにチェンジするためにワンターンラグが必要なんだけど、まあ、その犠牲のためだけにペリッパーとか、まあ、別のポケモンを1匹犠牲に払ってでも、やっぱこのイルカマンは召喚するだけの価値があるね。イルカマンが2匹分以上の働き絶対するもん、このイルカマンマジで強えと思う。まあ、特に文句のつけどころのない完成度の非常に高いパーティーだったと思う。イルカマンパクろうかな。ということでこのパーティーは返却ありがとうございました。また俺に使ってほしいレンタルチームなどあったら、DM、コメントなどくれると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。朝日が死んで闇夜がめぐれ、外れ確定のカードをめくれ、一生いっぱいじゃ一生終われない、誓いと一緒に歌う案内。朝日が死ねばあいつらは眠れ、暗がりで一人命を削れ、あの日死んだまま生きたくもない、俺が死ぬ日の頭上に雲はない。